こんばんは、坂亮です。今日はこのマルマンのスパイラルノートを出してきました。最近購入しました。私が買ったのは全部3冊とも方眼なんですけど、5ミリ方眼で A4、B5、A5 サイズ、それぞれ80シート80枚入りです。で、マルマンのこのスパイラルノート、私多分インマイルームさんかイマルミナホリックさんかどちらかの動画で知ったんですけれども、なんかリングノートを初めて作ったのがマルマンさんらしいんですね。で、このスパイラルノート、これはベーシックっていうラインナップなんですけど、種類は横径と5ミリ方眼と無地があって、この5ミリ方眼、あともう一サイズ B6 もあるそうなんですけど、私が行った文具店には B6 は置いてありませんでした。はい、6.5 ミリ径と5ミリ方眼が A4、B5、A5、B6 ってあって、これは80枚ですけど40枚っていうのもあります。で、あと無地は A4、B5、A5 の80枚で、私が行ったお店は全部 B6 はなくって 6.5 ミリ径と5ミリ方眼と無地、それぞれ A4、B5、A5 で40枚と80枚が 6.5 ミリ径と5ミリ方眼は置いてありました。で、あと他に8ミリ径の B5 が40枚入りと80枚入り、それから6ミリ径の A6 サイズ50枚入りと、あと上閉じ、こういう上についリングがついてこう開けるやつが A7 の50枚と A7 変形の50枚とあるそうなんですけど、これはちょっとね見かけなかったです。はい、で、私は方眼信者なので方眼を買ってきたんですが、まずね、どれも一緒なんですけど、B5 と A4 はちょっと大きくて見切れちゃうので、この英語で説明しますね。まずリングはこことここがこう止めてあって、スパイラルなので全部こうつながってるので、リングを解体するやつでは解体ができないタイプですね。もうニッパーで切っていくか、この止めてあるところを外して無理やり伸ばすかしかないと思います、もし解体するとしたらですね。はい、で、表紙、これが方眼ですけど、表紙のここのところに点線があるの分かりますか。これと本文はミシン目が入っているんです、ここに。なので、ロールワンみたいにカットできるってことですね。で、あとちょっとね、この本文だともしかしたら分かんないかもしれない。あと、ここと見える、ここに、こう印がついています。なので、4分割することもできるし、穴を開けるのにこっちとかこっちとか、こっちこっちで印として穴を開けることもできると思います。はい、で、中はね、こんな感じ、薄い方眼の、これ実線ですね、薄いです。はい、私は方眼信者なんですけど、方眼だったら何でもいいわけではなくって、この線ですね、これがあんまり濃ゆいものはちょっと苦手なんですよ。なので、色が濃ゆいというかはっきりしているもの、例えばロディアとか測量野鳥とかはちょっと私は、あまり得意ではないですね。はい、なので点線か実線でもこういう薄いものが好みです。はい、で、今日はですね、これに試し書きをしていきたいと思います。
とりあえず、A4 と B5 はあまりにも大きいのでちょっとどけましょう。はい、で、下敷きを使います。はい、まずはジェットストリームからいきましょう。書きやすいですね、すごく。ジェットストリームこれ 0.5 です。 0.5 の黒、青、緑、赤と、これがシャーペンですね。全部書きやすいです。次はエナジェルいきましょうか。はい、ま、軸はサラサですけど中身はエナジェルです。全部エナジェルインフリーです。これ下敷きしない方がいいのかもしれないけど、ま、下敷きさせてください。これは 0.5 のブルーブラック。0.5 のバーガンディ。うん。で、これがどっちが？こっちが 0.4 のブラック。方眼信者のはずなんですけど、方眼の中にだんだん描けなくなってくる。 0.4 のラフグレーですね。次はサラサセリクといきますね。軸はドクターグリップですけど中身はサラサセリクトです。まずこれか、これは 0.3 のブルーブラック。これは 0.4。 ちょっとね、書き心地に関しては下敷きの影響もあると思います。これオレンジ、レッドオレンジだったかな、ちょっとオレンジってしとこう。はい、でシャーペン、これはドクターグリップのシャーペンそのまんまです。はい、で次はフリクションいきます。フリクションポイントノック0.4 のブルーブラックと 0.4 のグリーンですね。はい、はい、マーカーペンですね。まずマイルドレッド、無印のラインマーカーですね。書けるかな。ものすごく無理があった。ラインマーカーからし色、そう、無印のこのラインマーカーって
ちょうど5ミリ方眼にぴったりなんですよね。マイルドライナーはね、少し狭い幅が。だんだん短くなっている。はい、じゃあ次は万年筆いきます。少し引っかかりを感じますね。でも書きにくいとかではないです。これは月夜でしたね。違う、もうまた間違った。プレピーだ月夜は。なんでいつも間違うかな。書くのに入ってるのは深海でした。違うよ、深海だよ。色で気づけばいいのにね。はい、深海の方が深い暗いブルーブラックですね。はい、そしてそう、万年筆はちょっとこの5ミリ方眼の間に描くのは難しい。はい、そうね、やっぱりこれはちょっと細いので引っかかりを感じたんだなと思います。今ラミー特にそんな引っかかりはなかった。はい、でよいしょ、これは無印のアルミ丸軸万年筆。あ、これ書きやすい。やっぱりこのペン先本当に書きやすいな。これは冬将軍。ただね、ちょっと軸が細くて、私にはもうちょっと太くてもいいかなって私にはね思います。はい、書きやすい。でもアルミ丸軸万年筆はやっぱり私と相性が好みっていうか。はい、でこれはムーミン万年筆ですね。これがちょっと最近ね、最近ちょっとなんかあんまり よろしくないんですよ。かすれてきている。かすれてきたかとうとう。なんかね、インクが固まりやすいのかな。最近だって書いてるもんね、これ使ったもんね。まだインク残ってる。どうもこのインクが、付属のインクがよろしくないようなね気がします。ここにねこびりついたりしてるので、どうかな。これはちょっとどうなんだろうか。書けないですね。かすれている。かと思えばなんかドバって出たりするんですよね。はい、これはポリカーボネート万年筆ですね。無印です。これも書きやすい。これは小炉
を入れてます。はい、書きやすいです。で、これはリラックマコラボの書くのですね。映ってるのかな、うん、大丈夫かな。さっきの書くのは中字だったんですけど、これは細字です。で、インクは花いかだ入れてます。引っかかりは細字だけど大丈夫ないですね。インクがね、多分色しずくはやっぱりインクフローがいいので、それもあると思います。これも角野の細字です。つくしが入っています。はい、というわけで万年筆は終わり。これはマルチエイトの海外仕様ですね。色ははい、発色いいです。出てこない、1色抜けてるので7色ですね。はい、全部発色はいい感じです。これね、ドットペン、ジグクリーンカラードット、これを全部はやる必要はないけれども、黒、赤、緑、青でいいかな。フリクションスタンプ押してみます。まだね、開けて間もないのでインクが結構べったりつきますね。うわちょっと軽く押そうか。ポン、うん、このね、塩梅が難しいんですよね。ポン、あ、ちょっとダメでした。はい、で、最後はこのシャイニーの気づきに押します。はい、ということで試し書きをしてみました。はい、ジェットストリーム 0.5 エナージェルインフリー、サラサセレクト、フリクションポイントノック、マイルドライナーと無印のラインマーカー、そして各万年筆で、マルチエイト、ドットペン、クリーンカラードットですね、フリクションスタンプとシャイニーの日付印です。はい、まあ、はい、どれも問題なく、まあ紙は白いのでですね、問題なく書けていると思いますが、あと裏抜けですね。
丈夫ですね。万年筆も、まあちょっとね、ムーミン万年筆のインクがあまりにも出てないのであれですけど、大丈夫ですね。で、スタンプは抜けてはないです。透けて見えるけど、この上の方はくっきり押してしまった分ですね。で、下の軽く押したのはもう全然見えないですね。ドットペンも抜けるかなと思ったけど大丈夫でした。まあ、日付に少し透けてるので気になる気もしますけど、まあ、日付印押すときは、なんかこう、シール貼ってその上から押すとかしたらいいかなと思います。フリクションスタンプもね、まあ、もしこうやって強く押してしまったとしても、抜けることはないし、色が、まあ、黒じゃないからね、そんなに気にならないかも。日付印はちょっと色が黒だから、ここに文字を書こうと思ったらちょっと気になるかもしれないですが、こんな感じで裏抜けもない優秀なノートですね。よかった。というわけで今日はですね、マルマンのスパイラルノートベーシック5ミリ方眼を買いましたので、まあ普段よく使っている筆記具で試し書きをしてみました。で、結果書き心地はね、特に問題ありません。発色も問題ないと思います。裏抜けも大丈夫でした。というわけで、良い買い物ができました。で、まあ、せっかくね、購入したのでいろいろ使っていきたいなと思っています。よし、もう一回最後に出しましょうか。入りませんが、A4 と B5 ですね。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、いつもありがとうございます。とても励みになっています。私、ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっていますので、もしよろしければ、そちらの方にも遊びにいらしてください。では、終わります。それではまた。